21世紀の人類における最重要課題、それは二酸化炭素の排出量削減といっても過言ではありません。そのため近年においては化石燃料、特に二酸化炭素の排出量が多い石炭に対する風当たりが強いことはバイエンスの視聴者であればご存知でしょう。とはいえ今あなたがバイエンスの動画を見ることができているのも石炭のおかげというのは紛れもない事実です。日本の発電量のうちおよそ3割が石炭火力によって賄われているのはもちろん、石炭は建築材料として有用な鋼やセメントの合成などにも使われています。少なくとも今この瞬間の人間社会は石炭なしでは機能しなくなってしまうのは間違いありません。石炭は一般的には炭鉱と呼ばれる鉱山から掘り出されます。産業革命以前から人類の社会を支えてきた石炭ですが、その採掘の現場はどのようになっているのでしょうか。もし何も知らないあなたが足を踏み入れてしまったら何が起きるのでしょうか。今回は炭鉱に行くとどうなるのかについてご紹介したいと思います。石炭がここまで広く使われている理由は主に2つあります。一つは石油や天然ガスと異なり比較的世界中に広く分布していること、そして保管が容易であるという点が挙げられます。そのため石炭の採掘と利用の歴史は古く、それは一般的には天然資源に乏しいと言われる日本にも当てはまります。しかしそれらの利点があるということは技術水準はもちろんのこと、労働者に対する安全意識も低かった時代から石炭が採掘されてきたということも意味します。かつて石炭は全て人の手により採掘されており、その業務についている男性のことを炭鉱夫と呼んでいました。そしてその炭鉱夫は非常に危険な職業であるということはご存知でしょうか。特に産業革命に伴い石炭の需要が急上昇したことにより、安全性を度外視した経営判断により多くの炭鉱夫の命が失われました。当時の炭鉱は主に地下に存在する石炭を採掘するものでしたが、事故が立て続けに発生していました。例えば1880年から1923年の43年間においてアメリカでは7万人以上の人が犠牲になったといいます。しかもそれは劣悪な労働条件による病死は含まれていない数字です。さらにそのような状況の中で時には4歳の子供まで炭鉱に駆り出され、午前4時から午後5時まで無理やり働かされていたといいます。さすがに現代の炭鉱においてはこの時より危険度は下がっていますが、それでも毎年犠牲者が発生しているのは事実です。例えばアメリカにおいては2022年に10人の死者、中国においては2012年に779人の死傷者が発生したというデータがあります。また日本でもかつては事故が多く発生しており、例えば三菱南大夕張炭鉱において1985年に62名が亡くなった事故が発生しています。これらからわかるように日本にも炭鉱は多く存在しました。しかし20世紀後半には閉山が相次ぎ、現在稼働中の炭鉱はただ一つ、北海道の釧路市にあるもののみとなっています。すでに閉山した鉱山の中には現在では見学ツアーを行っているものもあり、管理保全をしっかりと行い専門家の監修の下で鉱山に入るのはさほど危険ではないと言えるでしょう。とはいえこれはあくまで安全対策を施した上で鉱山に立ち入った場合、もしあなたが肝試し感覚で鉱山に勝手に行ってしまった場合何が起きるのでしょうか。今回もバイエンススーツを着用した彼を送り込みましょう。まず鉱山に入る前から危険が襲いかかります。特に閉山した鉱山は入り口付近が崩れやすいことも多く、さらに見えている入り口とは別の入り口があり、年月を経てその入り口が見えにくくなっていることもあります。最悪の場合深さ数百メートルもある坑道に落下し、あなたの愚かな冒険だけではなく人生もそこで終わるでしょう。運よくあなたは鉱山の入り口にまでたどり着くことができました。ここから先はまさに一寸先は闇の世界、何かしらの明かりは必須ですが、ファンタジーなどでよく見られる松明はやめておいた方が良いでしょう。石炭がなぜエネルギー源として重宝されているのか、それは炭素と水素が豊富に含まれるためであり、それを燃やすことでエネルギーを取り出すことができます。石炭自体は一つの分子の中の炭素原子の数が多いため固体ですが、石炭を含む地形の中には炭素の数が少ない分子も多く存在します。炭素の数が少なく、炭素と水素で構成される物質、その代表例は都市ガスの主成分でもあるメタンです。もうお分かりですよね。炭鉱にはこのように可燃性のガスが多く存在する場所があり、そこに松明を近づけた場合にはドカーン!ガス爆発が発生することがあります。これは稼働中の炭鉱にとっても大きな問題であり、例えば地層に金属製の器具を当てた時に発生した火花でさえ爆発を引き起こすこともあります。さらに炭鉱の中には削れた石炭が50マイクロメートルから200マイクロメートル程度の細かな粒子となった炭塵が浮遊していることも多いです。そして一般的には物質は細かい粒子になればなるほど重量に対して表面積が増加します。表面積の増加は反応性の増加と直結するため、炭塵は非常に反応しやすくなっている状態ということになります。粉塵爆発という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、それが狭い坑道で発生したら、無対策のあなたは何が起きたのかわからないまま黒焦げになっているかもしれません。電気で動くバイエンスライトを装着しているので大丈夫だと思いましたか？残念ですが、あなたのその慢心が命取りとなるでしょう。炭鉱内に充満するガスはメタンだけではありません。一酸化炭素、硫化水素、二酸化硫黄、これらの毒性のガスが多く満ちた空間や、メタンなど毒性はなくともそれが大量に存在することにより酸素濃度が低い空間、当然ガスの成分を目視で判断するのは不可能です。あなたは酸欠性の空気を吸い、一瞬で気を失った後、そのまま永遠に眠り続けることでしょう。また閉山した鉱山の場合、坑道のメンテナンスがされていないため崩落の危険性が常につきまといます。仮に現役の鉱山であったとしても、山跳ねという現象に遭遇することがあります。鉱山は地下深くまで掘り進めることがあるため、周囲の地層はとてつもない圧力にさらされています。しかし、もしあなたがその岩盤を不用意に刺激したらどうなるでしょうか。運が悪ければ岩盤にかかった圧力が一気に解放され、まるで岩が爆発したように飛び出してくるかもしれません。あなたの体は一瞬でぺちゃんこに潰されてしまうこともあるでしょう。仮にそれらを全て乗り越え無事地上に戻れたとしても、無対策で何度も探検するのはおすすめしません。これは単純に命を落とす確率が上昇するというだけではなく、あなたの体を静かに確実に蝕んでいきます。炭鉱には石炭から発生した細かい粒子、炭塵が浮遊していることは先ほど紹介しましたが、あなたが呼吸をするたびに炭塵を吸い込み、それは肺に蓄積していきます。人体は炭塵を分解することも肺胞内から取り除くこともできません。そのため免疫細胞の一種であるマクロファージが周囲に集まり、炎症を発生させてしまいます。その状態が何年も続くと、1センチを超える炎症が肺の中に発生し、呼吸困難により死に至ることもあります。黒肺病とも言われるこの病気は、今まで多くの炭鉱夫の命を奪ってきました。読んで字のごとく、黒肺病で亡くなった人の肺を見てみると、肺の内部が黒く変色してしまっているとのことです。このように、現代の世の中においても、炭鉱に入ることは大きな危険を伴います。現代でも稼働している炭鉱では、事故を最小限にするために最新技術を活用するとともに、人員の徹底した管理を実施しているところもあります。炭鉱のうちどの場所が山跳ねや崩落が発生しやすいのか、どこにガスが溜まっているのか、今現在何人が鉱山のどの部分にいるのか、それらを駆使したとしても残念ながら事故もたびたび発生していますし、黒肺病の発生もゼロとは言えません。彼らが積み上げてきた努力を無視して炭鉱に土足で踏み入れてしまったあなたの末路はいかに。今回のバイエンスはここまで。またお会いしましょう。